県新発田市の慶和学園大学から元気な大学生の日常をお届けしています。ユーストリーム番組慶和ランチが始まりました。おーイエーイ。と今回の MC は彼氏募集中小沢と風呂上がりの姿がまるで男まるりですですイエーイ。まだ彼氏募集してるんだ。そうですね。いつぐらいできそうなの？まあ未定。未定。早いうちにできればとは。早いうち楽しみですね。はい、で今回のゲストは元野球部マネージャー経験者&ウグイス嬢経験者の坂本楓さんです。楓さん、楓さん、はい。これからいろいろ質問していきたいと思います。まず自己紹介の方をお願いします。はい、わかりました。英語文化コミュニケーション学科2年の坂本楓です。よろしくお願いいたします。2年生、はい、2年生かわいいね。大学生活どうです？まあ、楽しいですね。お昼休みに友達と話すのも楽しいし、あと授業も楽しいし、なんか高校時代は野球部漬けだったので、うん、こうなんかこう授業が終わった後に友達とこうどっかにお買い物行ったりとかは経験したことがなかったので、そういうのを今やっと学生生活楽しんでるって感じです。今時の女子って感じですね。いやいいね。やっとですね。やっと、はい、高校生の頃はできなかったんだ。できないですね。もう終わ授業が終わったらすぐ部活で8時とか8時過ぎまでやってるので閉まっちゃうもんね、8時になったら、うん、そうですね、田舎なので全部閉まりますね。なるほどなるほど。はい、ウグイス嬢経験者マネージャー経験者野球部の、はい、だそうですが、はい、高校どこの出身だったんですか？豊坂高校です。へぇー豊坂です。すぐ近いですね、ここから、うんうん、電車で行けちゃうよね。そうですね、2駅ぐらいです。の野球部のマネージャーだったの？はい、1年生から入部して3年生の卒業までやってました。なんかずっと、はい、なんでマネージャーやりたいと思ったの？そうですね、こう直接的な理由は同期にもう一人マネージャーがいるんですけど、その子がやるんだけど一緒にやんないっていう風に声かけてくれて、でも私もまあまあの野球好きで、スポコンアニメ、うん、タッチとか、うん、メジャーとか、キャプテンとか、うん、こう巨人の星とか、うん、スポコンアニメがまあまあ好きだったので、うん、あ、やろう、楽しそうと思って入りましたね。おーマネージャーに、うん、で、2人だったの？そうですね、同期は2人でした。へー、豊坂高校って野球強いですは確実に力はつけてる学校だと思います。本当、うん、私の代の時に、うん、公式戦で1回戦突破して2回戦まで進んだんですけど、その時がなんか8年ぶりくらいだったらしくて2回戦進んだのが、はい、1回戦突破してきたのが8年ぶりぐらいだったらしくて、うん、でもその1回戦突破してからは毎年のように突破するようになったので、どんどんこう力はつけているので、こう注目もっとしてもらいたいですね。はい、そうなんだ、うん、小沢もなんか質問したい。全部質問しちゃうよ私。そう、ま、思ったんだけど、うん、マネージャーって何するかわからないや私。小沢も実は高校時代マネージャーだったんですよ。私男子バレー部のマネージャーだった実は。そうなんだ。そうですよ、ちょ楓ちゃん立てるために言わない方がいいかなって思って。いや、言うマネージャー談義しましょうよ。マネージャーじゃあ私が質問攻めにしちゃうあれじゃない？そうですよ、なんなら小沢も答えます、うん、じゃあマネージャーのことをじゃあ2人にで、うんうん、から教えてもらいたいと思います、はい、ゲストが2名になりました。どうもよろしくお願いします。でもう私は全然もうずっと帰宅部っぽい感じで来ちゃって、うん、マネージャーが何するかもわからない、うん、そもそもスポーツ部が何してるかもよくわかってないみたいな。あれだからマネージャーって何をするのかちょっと知らない人に教えてください。そうですね、野球部の場合、まあ、一番みんな想像するのはスコアブックを記録するっていう作業なんですけど、スコアブックとは、うん、試合のこう流れをこう一つの紙の上に収めるんですけど、ノートみたいな、はい、で全部一球一球見逃さずに、もう試合長いと100、5、60球とか、うん、
まあ、その倍、専攻が169ぐらいで高校169とかで、うん、まあ、合計するとものすごい数を、うん、300球以上の数を一個も見逃さないで、球を記録するわ、球も記録して、うん、で打ったらそれがどこに飛んだかとか、うん、で守備はどう動いたかとかまで全部全て漏らさずに書くっていう作業ですね、うん、もう集中力がもうずっと続けてないと、確かに一人だときついね、うん、それ ね、 そ, うですね、うん、でそれを一人でもやるんですけど、うん、でそういうスコアブックの記録っていうのと、うん、あとは、まあ、お話もあったようにウグイス嬢、ウグイス嬢、はい、試合のこう進行をこうアナウンスするっていう、まあ、野球球場のアナウンサーなんですけど、でウグイス嬢とあと SBO っていう、あの知らない言葉がね出てくるね、よくあの野球の試合とかでストライク、ボール、アウトっていう あれを やるときもありますね、マネージャーが、あの電気をつけるっていう、へー、あれもカウントをこう間違えちゃうと怒られるので、それもこうずっと見てないといけなくて、でそういうのを電気つけたりとか、あとうちの部ではあれですね、おにぎりを毎日作ってました。へー、おにぎりを、はい、部員 の、 あの 試合とか、あの練習が終わった時に食べてもらえるように、うん、おにぎりを作ったり、こう小吹き芋を作ったり、うん、あと合宿の時は夜ご飯も作りました。はぁ、お米とかもすごい量なんですよ。うん、そうだよね、食べ盛りだもんね。いっぱいあの炊飯ジャーを炊いて、うん、何十合も炊いて、でやってましたね。あとは普通に、まあ、草むしったりとかこうジャグっていう、あの飲み物を用意したりとかですね。ジャグも重いんですよね。重いですよね。ジャグってなんかひねると水が出てくるみたいな。あ、なんかポットみたいな、大きいやつか。ジャグって言うんだ。今回とかに持ってくやつ。そうなんだ。そうそうそう、重いですよね。知らないことだらけだ私は。とかいっぱいありましたね。え、小沢もそういうことしながら。やってました、やってました。でも小沢合宿の時に部員が絶対小沢にご飯は作らせるなって言って一応お弁当でした、晩ご飯。そうなんだ。小沢には任せらんねえって。ダメだ、小沢はダメだって。そうなんだ。そうですね。ね、腕を振るいたいのにね、張り切ってね、女子力だもんね。そうです。でもうちの部本当マネージャー私しかいなかったんで、そうだから大変ですね。じゃあ多分できたとしても無理だっただろうなみたいな、一人で人数分は。そうですね。すごい。結構力仕事多いですよね。そうですよね。お米とか10キロとか持って歩いたりとか。かわいい子が10キロの米を持って、小沢は運んだことがない10キロの米を、こんなかわいい子が、こんなかわいい子が、かわいくないですけど、米なんて運んだことないから。でももう結構力仕事ばっかりで、私最後の方ヘルニアになって、若いのに力仕事がたたってヘルニアになったりとかして、でもそれもこう今でもこう季節の変わり目とか痛み出すんですけど、思い出しつつんで、いい痛みですね。いい素敵、満足、いいね、前向きだね。あ、こんな痛みがあったなみたいな感じ、懐かしいな、うん、グランドの土の匂いを思い出すみたいな、泥とみたいな、泥と土と汗とっていう。そうなんだ、はい、そういういい思い出、いい思い出になったんだね、ヘルニアも、ヘルニアもいい思い出、いい経験になりました。マネージャーね、自分女子ばっかしかいない高校だったから、その男子のばっかのマネージャー、うん、違う、部員の中に可愛い女の子が一人いる状態はもう危険だって思っちゃう。危ないって。でもなんかやっぱりちょっと最初はやっぱり野球部とかこう男子バレー部ですよね、うん、なんかこう男の子の部活にマネージャーとして入るって、こうなんかこう偏見みたいなありませんか、男の子が好きでとか、そういうなんか偏見がやっぱりどうしてもあるんですけど、こうなんか顔なんかぶりっ子とか男好きっていうと語弊があるんですけど、なんかそういう風に思われちゃうので、でもやってみたら分かりますよね、そんな理由でやってられないですよ。やってられないし、そんな暇ないよね。さ、可愛くしてる暇ないよ。すごい、ね、もうずっと険しい顔してるよね。そんな理由で続かないですよね。本当にそれはあります。確かに、すごいすごい、なんかもう危ない、不純だ、危ない、可愛い子の身が危ないって思っちゃうけど、そんなこともなく、いい汗臭い、いい青春だったんだ。そうですね、汗泥みたいな、なんか臭いみたいな。
お洗濯とかしました？お洗濯はあの部員はあの一応うちの部のモットーとしてこうお弁当箱も自分で家に帰ったら洗ったりとか自分のものは自分で洗濯したりとかこう親になるべく頼らないようにこうかいつも他のところで感謝するようなことをしていただいているのでそういうところは自分でやろうみたいな節があったので私は部員のこうユニフォームとか洗濯したことないですね。自分でやってるんだそれは。ですね、部員が自分でやってますね。なんか他に部活で使うタオルとかは洗ってましたけどユニフォームとかこう個人的なものはないですね。へー、うん、そうなんだ。お洗濯した、はい、した。私そこで一番汗臭さを感じたね。あー臭いもんねあれね。わかる。弟が運動部だったから帰ってくるとね、運動後の香りあります、ね、あるある。なんかドロッと汗となんかよくわかる足の匂いみたいな。なんか煮詰めた匂い、臭みを。そうで次の日も使うから夜中起きて次の日の朝までに乾くようにしないといけないから夜中に干してるんですけど、なんかみんな寝てるのに一人でみんなの干してる時に本当に私は何やってるんだろうって思いました。お母さんみたいな。へえ大変だ。お母さんみたいな。本当にそうです、ね、だんだんお母さんみたいなポジションになってるよね。そうなんだ。へえ。うぐいす嬢経験者。これ小沢は経験ないよね、もちろん。うぐいす嬢はバレてないですね。そうだよね、うん、なさそうですよね、うん、うぐいす嬢はなんかこう試合の時にこう、うん、選手の紹介をしたりだとか、うん、こう試合稽古を皆さんに言ったりだとか、うん、その放送する対象っていうのはこう見ているお客さんとかだけではなくて、うん、あのその場でベンチでスコアを書いてるマネージャーだったり、うん、監督だったりにもこうピッチャーが変わったら大事なこう、うん、メモしないと。そうですね、あの戦略また変わってくるのでそれのまあ足しになるようにいろいろしてましたね。そうなんだ。でも結構難しいっていうか、あの上手にこう言うことではなくて、あ、こんがらがっちゃうんですよね。一気にこう9人野球ってやるんですけど、うん、7人とか8人とか私1回だけ変わったことがあって、一気に、それを全部こうバーってメモして、あ、それも自分でやらないと、はい、言わなきゃいけなくて、で放送しながら、うん、で全員放送間違えないように放送したりとか、もう頭がこうずっとぐるぐるしてますね。ただただ原稿を読むだけの仕事だと思ってました。本当に私もそう思ってた、うん、臨機応変で。で私の場合こうどんどんこう紙読んでいくとどんどんずれてきたりとかしちゃうので、スコア書きながら放送をやったりとかしてました。こうスコアでこう打順を確認しながら試合経過もメモしながら放送してましたね。はやること多いんだ。多いですね。1回終わると得点をこの回何点取ったとかも言わなくちゃいけないので全部メモしてやりましたね。それはあの冷静な声で言ってるって影の努力すごいですね。見えないところにバーってもう鬼のような顔でなりながらあの綺麗な声出してるってことでしょ。すごいなそれですね。やること多いですね。だからマイク前は私、まあ、慣れてる人はそうでもないと思うんですけど、私結構あの未熟者だったのでもうドキドキしながらマイク前はやってましたね。そうなんだ。へえ、うぐいす聞いてみたいね、小沢。そうですね。なんかあの独特なあれあるよね。そう、あれを聞きたい、私は。なんか、いい声出ないんですけど、私は。やってください。やってくれるの。はい、じゃあ。何番がいい？じゃあ、7番で。7番。私、1番がいい。1番。丸山。1番丸山と、はい、7番。小沢。ポジションも一応あるんですけど。ピッチャーがいい。1番ピッチャーですか？じゃあ、小沢キャッチャーで。丸山さんと小沢さんですね、うん、でこれ1回目の時と1回目以降の時って割と違うんですね、うん、そうなじゃあ丸山さん1回目にしましょうよ。で小沢1回目以降でなんかあの同じこうチームに同じ名字の人とかがいたりするとどんどん変わってくるんですよ、うん、こう下の名前まで言ったりとか。あ、そうなんだ、はい、じゃあ1人ずつってことにしますね、うん、じゃあと1番のピッチャー、うん、7番のキャッチャーなんですね。そうです。じゃあ行きますね。じゃあまずまるりさんから。はい、マイクで。マイクで、はい。1番ピッチャー丸山くんですね。
1番ピッチャーピッチャー丸山くん丸山くん、はい、これなんかこれイントネーションがね、難しい、緊張しますね、これマイク前より緊張しますね、本当見られてるもんね、はい、こうやってみんなからね。じゃあ7番、はい、7番キャッチャー小沢くんで、はい、小沢くん7番キャッチャー小沢くん。でなんでそんなさ、ねえ、すごい本物だね。声目覚ましにしたい。朝これでも来たい。あとでボイレコで。ボイレコで吹き込んで。でもなんか、あの私が2年生の時に、うん、ときメッセかどっかで、あの本物の甲子園球場でグイスをやってる方の。プロのグイスの方が講師に来てくださって、うん、教えてくださるっていう、うん、あの講演会みたいな講義会みたいなのがあって、うん、そこで私初めて本物の人のを聞いたので、うん、それまではずっと他の部の真似っ子みたいな、ずっと独学でやってたので、そこでやっと2年生で初めて本物のグイスの声を聞いてっていう感じですね、そんな講習あるんだね、行きたい、異様でしたよ、みんなでマイク持って、うん、あのそのイントネーションやったり、いろいろ微濁音とか、こうどこでイントネーションつけるとか、いろいろあるんですけど、ちょっと教えてほしい、時間が許せば、うん、時間は許してる、許してる、じゃあ、小沢の名前で練習したいな、しますか、うん、どうすればいい、あんまり2文字の名前の男の子いないんですよ、ね、うん、あ、確かに、レナ、レナ、小沢くん。なんかこうどんどん最初に、うん、まあ、数字打順なんですけど、うん、7番でした、うん、7番っていうのを言って次にポジションを言うんですね、うん、でその後に名前を言うんですけど、うん、どんどん名前に行くにつれてトーンが高くなるようになるべくするっていう、うん、もう一回じゃあ小沢の名前言ってみて、7番7番キャッチャー小沢くん、おお。それは何か意図があるんですか、一応多分私の考えではやっぱりこう高い声って、まあ可愛くて元気やって綺麗なだと思うんですけど、やっぱりこう届ける相手としてはギャラリーがうるさかったり歓声があったりとかする中で一番届くような声だったりとかが好ましいかなって思うんですけどね、あとなんか臨機応変に変わっていくので、例えばファールボールが飛んだらファールボール危ないじゃないですか、ファールボールって分かりますか、あ、危ないやつでしょ、ざっくり危ないやつなんですけど、スタンドにこう飛んでいっちゃうような危ないやつで、はいはい、あれが飛んだら、うん、スタンドの人にもこうアナウンスを入れないといけない、ちょっとやってくださいよそれ、それはい、ファールボール来ました、はい、ファールボールが行きました、はい、ファールボールが行くとこうどこかの部員がブーってブザーを鳴らしてくれるんですけど、ブーって鳴らしてたり、それが終わった後にスタンドの皆様にお知らせいたします、ファールボールの行方には十分ご注意ください、行方にはすごいかっこいいファールボールの行方とか言いますね、なんか臨機応変なんですよ、一曲かけそうですよね、ファールボールの行方、はい、それでは歌いますみたいな、ありそうだよね、かっこいい、なんかそのファールボール放送してる間に他の部員がダーってファールボール取りに行くみたいな、そういう感じですね、臨機応変にやりますね、あと公式戦と練習試合ではやっぱり違ったりするので、練習試合でもつくんですか、つきますね、あ、そうなんだ、うん、で公式戦ではやっぱりこう一番最初にこう何試合目ですとか言わなきゃいけないので、こう本日の第一試合とか、あ、そっか、1日何試合もね、はい、そうですね、数字さ、はい、全部決まってるの、言い方は一応あると思うんですけど、大体学校の校風が出てきますね、このここ の, あの野球部ではこういうイントネーションなんだなとか、あ、違うんだ、大体なんかこう結構癖のある学校だったりない学校だったり違いはあると思いますね、うん、私は結構普通な感じだったと思うんですけど、うん、うちの学校では、癖のある学校ってどういう風に、なんかすごい抑揚があったりとか、やってみてやってみてやってみて、真似して真似して真似して、なんか一番みたいな、一番すごい丸山くんみたいな、やりすぎなぐらいやってるとことか、そうなんだ、あったりしますね。でもなんか結構なりきらないと、うん、いけないので、そうだよね、うん、なんか中途半端でやってらんないよね、はい、確かに、うん、やっぱそういうのありましたね、かっこいい、学校の違いは素敵、うん、
7番です7番。キャッチャー小沢くん。はい、そう、この小沢くんのくんが低くなるじゃないですか。それも名前聞き取りやすいようにとか、そういうことなんですか。なんですかね、私みんな低くしてたので。ですよね、はい、うん、最初なんだろうかなと思いましたけど、でも一番強調するところは、うん、名前がね、はい、重要だもんね。そうですね、でも普通の言葉もイントネーション、まあ、ファールボールで言うもそうなんですけど、イントネーションがあるので、うん、あと高校の名前とか噛みそうになる名前とか一番言いにくかったのどこですか。でも長いのは紅葉とか短くていいじゃないですか。豊坂もいいじゃないですか、うん、あ、新潟中央とかも、うん、新潟と中央があるので、うん、あ、長いなとか思っちゃいますね。そうなんだ。で、新潟中央高校っていうところもあれば、新潟中央高校って分けるところもあったりとかしますね。慶和学園高校かな。ああ、そうです。慶和が、私は多分学園も入れますね。本当、すごいね、面白いね。すごい、こんなに奥が深いとは。7番。キャッチャー難しい。もう一回言って。キャッチャー。小沢くん。7番。キャッチャー。難しいです。キャッチャー。小沢くん。1番。楽しい。ピッチャー。でもキャッチャーとピッチャーの、うん、あれ、イントネーション同じですね。ファーストとかはまた違います。ファーストはどうなるんですか。ファーストとか。かわいい。ファースト。かっこいい。いいな。あ、ちょっとね、エンディングの時間がやってきそうです。あ、の前に、はい、ありがとう。ありがとうございます。盛り上がっちゃいました。楽しかった。すごい盛り上がって、まだまだいっぱい話したい練習したいよね。したい楽しかったです。ありがとうございます。じゃあまずは次回予告の前に、次回予告をします。どうぞ小沢お願いします。はい、次回はキャリアサポート課の川崎さんをゲストにお迎えします。お、ちなみにバレー部の監督なので、とっても仲良しです。そっかそっか、川崎さんの時も MC やりたかったです。あ、そっか、頼めばいい。あ、本当ですか、うん、じゃあ、うん、ぜひ行けたら、はい、いろんなお話を聞いてみたいと思います。はい、楽しみですね。楽しみですね。はい、はい、で、次回予告の次に別で予告をしたいと思います、はい、新潟日報で6月より新しいサービスが始まります。その名もモアです。で、そこで一戸先生がなんか連載するんだって。コラムかな、なんか連載するんですって。で、その関係で慶和ランチもちょっと新潟日報に遊びに行って、配信をなんか新しい企画として配信をしようっていう話になり、そのスタートが6月3日からとなりました。すごくない？すごいですね。メディアシップ入ったことある？あの、建設途中を見ました。見ただけだよね。そうよね、うちの完成を見ただけだから、中入ったことがなくて、その新しいピカピカなメディアシップの中でなんか配信するらしいです。お、楽しみですね。はい、ぜひ皆さん見てください。はい、また詳しくは告知をしますので、はい、インターネットで見てください。はい、はい、インターネットでインターネットでウェブに投げました。続きはウェブで。そう、はい、じゃあ本日は楓ちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週も見てください。バイバイ。